よし、皆さん、ザ・グッズナイトです。ちょっと久しぶりですよね。最近は本当にすごく忙しかったので、今日はついに、クライ ABS 本物ギアのレビューです。クライ ABS は大体アメリカの2013年くらいに出番出ました。その時、なんだったな、ちょ、8じゃなくてな。大体8年前くらいに初めて出番と、本当に素晴らしいの、プレートキャリアのシステムですよね。とりあえずこっちの、ショルダーポケット、簡単に拳銃使える。それがすごく便利ですよね。いろいろの JPC と SPC の使ってるの時よく、こっちはいつも拳銃使えるの問題があったので、もっとこうの横にでも正しいの使えるは簡単にできますよね。と ABS は最近1年2年ぐらいすごく人気になった。また、それでアフリカのナイロビぐらいに、そのなんとか SAS、 イギリスの SAS のクリスティン・クレイゲットはテロリストを3人やっつけたので、また、それはモータイカムのプレート系で使ったけど、本当に、このカヨーティ・ブラウンは元は貨幣隊っぽいから、カヨーティの茶色の方が好きです。それで、そのラップパネル、LAP のパネルは、そのままで簡単に使えるので、すごくなんとか、シティとか建物いっぱいの場所を使ったらすごく簡単と使いやすいとすごく便利なやつですけど、そのままで森に、とか、リコナサンスすれば、このファニーパックとか入れるものが使いやすい、使いづらい、使い、で、使いやすい。安い。使いやすい。使いにくい。安い。使い簡単。日本語難しいでしょ、本当に。使いやすいです。じゃあ、プリティカリア、ミノは、アダプティブシステムですから、大体、よく便利なのはこのハーネス。このハーネスシステムは肩とか、この胸に使ってるシステム、超重さが動きやすいとそんなに動かないですから、超便利のプレートキャリアですよね。でも、ハーネスシステムより、このなんとかサスペンダーみたいのやつも、ちょっとだけ持ってるは使いやすいと、ただのプレートキャリアの前と後ろのプレートバッグでも使えるし、できます。と、マガジン5個、プラスファストマグ1個、ファーストマグがもしパイパウチが持ったら、とベルトが使いにくいになったら、こっちの海兵隊のマガジンが取りやすいです。それをもしなかったら、この前のマガジンがちょっと時間かかるけど、これは100%間違いないに、マガジンが逃げられないのパウチですよね。この上のアドミンパウチはそのまで入ってると、この AXL の会社でこのジッパーシステムはアフターマーケットもできます。それ、こっちに開けて、と簡単に、なんとかペーパーワークとか、チーズとか使いやすいです。こっちで、レンジカード、これはなんとか念のため、勉強のため、レンジカード、メディバック、と、タクティコルカンバットケアの入っています。それと、ペンとマーカーとか、ライトとか、いろいろ入ってますよね。それ以外のただのマジックテープのパッチ使えるとか、無線機使おうとか、いろいろあるの。無線機はこっちの方にあります。そのままでケーブルについて、コームズ使ってこっちにプラグして、と使いやすいです。パパパパン、ロジャー、ムービングアウト。それから、このハーネスはちょっと太いの感じ。それですごく使いやすいと、いい感じですよね。ただの細いとフラットのバンドより使いやすい。この、カバーはちょっとエラスティックばかりと、悪くないけど、もっとちょっとのやつが絶対あると思います。こっちには、このバックルのクリップがあると、このエマージェンシーダフィンケーブル入ってるから、こっちのカバーバンドに使ってる。それ、クリップをして、一発にカチンズイすればすぐに避けるですよね。
大体その感じですよね。後ろのハーネスに、プレートに借りるそのディーバックルに、ストラップがパチンすると、この横にはよく見たら、このバンド2つ、そのリアプレートにバンドが入ってると、そのハイパーラーマテリアルで、こっちに入ってると、プレートは全然動かならないです。それは、ちょっとスタミナアップ、いっぱい動いたら、なんとかカバンとかいっぱいシャンチャンチャンすると、すぐ、ちょっとだけ動いてるけど、すぐに疲れるになるので、全然動かないのタイトのセットは、セッティングは、いいですよね。それとこのジッパーも、リアパネルのジッパーがあるので、パネルはそのままで、街の中、頭の鎧につけて、こっちにパネルもつけて、フラッシュバングパウチとかブリーチングチャージ全部は簡単にできます。その、なんだかな、なんだかボルトカッターも入れやすいですよね。その以外、ファニーパックがついて、森の中のパックつけたら、でっかいのカバンがいいと思います。3デイパック、それで食べ物、水とか全部必要ものはあっちに入れて、パトロールベースつけて、作戦をスタートを完成できます。SPC と GPC はちょっと小さいと動けることがあるので、カバンが使えるけどちょっと疲れるになるので、このカバンに使ったら、いや、ファイパーキャリアでも簡単に使えます。とりあえずこっちにストラップ、ストラップ、こっちにもつけて、胸の前につけて、ドカバンでもちょっとだけ動いてる、そんなに動かない。それで疲れるが遅くになるので、拳銃と一緒にパトロールできます。リコナさんです。じゃーん、ダダダダーン、ちょっと衝撃確認も大体安全見たよね。それが、大体DC キャリアみたいでしょうね。すごく便利なやつですね。と、カバンは、その、ストラップが使ったら自分のものが取りやすい、必要になれば。でも、その、プレートキャリアにつけてるの、なんとか、パネルみたいの感じつけたら、スイートを入れたら使いやすいけど、それ以外、なんとか、フラッシュバングとか、手榴弾とか、なんとか必要になれば、取られない。友達に頼まないといけない。ただのカバンは、つけてると、タンタタタタンと、ケイモリのグレネード、ヘリコプターが呼ばないといけない。パチンと、カチッシュ。自分でできます。このスペースが、ちょっと少ないから、いっぱいのものをカバンに入れないといけないですね。ふぅ、隣の感じでしたね。じゃあ次にはプレートキャリア、ロッキングをこっちに取って、これが、カングルパウチみたいですよね。このカングルパウチに、この、パウチのストラップが入ってるので、ちゃんと綺麗な感じです。これはハーネスシステムから、この穴の中に入れて、使いやすいです。こっちにバックルだけにやったら、ドーフィングが簡単にできますね。まあ、これ戻して、じゃあそれから、無視します。この前に、そのさっきのラップパネル、SS パネルにつけて、使いやすいです。これは中に入れるのやつとか、こっちにバックルのタイプとか、これは普通のプレートキャリアのタイプですよね。ハーネスシステムはこんな感じですよね。まあ、バイフケーテッドの2枚で、このバンジーに使ってる。それで、息が安いのためですね。ちゃんといけると、このバンジーはリアプレートバッグの中に、残りは中に入れてます。この、なんだか、カマバンドがちょっと柔らかいから、こっちにマジックテープくっついたら、
そんなに動かないになります。それが超便利と思いますよね。こっちのパッチは、空気のチャンネルに作れる。前のはそのバンドだけで、お腹とちょっと胸がスペースがある、ちょっと空気が入れるとそんなに汗出ないのため、それがなかったら絶対脱水で死ぬかもしれない。はいよ、こっちでさ、ディーバックルシステム、おお、こっちの横にもそのストラップが見てます。おお、綺麗やつだよね。Oh no. Oh, that's not good. Stop doing that. よいしょ。じゃあ大体そんなにシステムでしょうね。取れたらまだベルト、メディカル、マガジンとか必要ものが簡単にできますよね。よいしょ。じゃあリビューは大体そのものですね。すごくいいやつと思います。ドーピングにもクリップしたくないなればそのままで帽子に入れて大丈夫です。よいしょ。これが来て、最初の入れて、それから玉バンドもつけて、こっちにも入れて、玉バンドをつけてと大丈夫ですよね。しょちゃー。じゃあレビューはだいたいそのままでしょうね。じゃあ、おーの、おーの、じゃあレビューはだいたいそのままで、質問あればだいたいコメントでしてもいいと。なんかエマさんとレプリカがよくあるので、本物がやっぱり超気持ちいい。レプリカ使ったことないけど、そんなにちょっとの感じが来たので悪くないと思います。本当に必要なれば本物がいいけど、普通のはサバゲだけなれば悪くないと思います。もし破壊したらとなくなったら、レプリカなれば簡単に新しいの安いが買える。本物がちょっとでっかい傷あったら新しいの買わなくちゃ、ちょっとお金高いので。じゃあ皆さん、レビューは大体そのままで、皆さんお疲れ様です。いつも見るでありがとうございました。かっこいいパッチ。これ、ストーンクローのパッチの会社はフランスだけどさ、ちょっと日本語が面白い。でも、ストーンクロークラスの、なんか雷のクラスみたい。上等の会社、このパッチがやっぱり好きので、ね。じゃあ、皆さん、お疲れ様です。また今度に、面白いレビュー作って、確かにまだやってないのレビューが多いので、レビュー作って、友達からヘルメット戻ってきたら、それも、サバゲーにします。今、友達、また帰りたいですから、レンジに本物の拳銃のシューティングしてるから、よくランクアップから、ダニーさんのヘルメットをつけてもいいと、ああ、いいよ、いいよ、と思って、やっぱり火薬の匂いで戻ってくる、絶対。まあ、火薬の匂いがちょっと久しぶりから悪くないね。じゃあ皆さん、お疲れ様です。次にサバゲーしなくちゃ。もうすぐに行きたいね。もうすぐそろそろ2年ぶりさ。もう困る。じいさんになるさ。このコロナウイルスのね。じゃあコロナ負けないで、みんなサバゲーします。ウェイ。